僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキ童です。ネットニュース、締めの一言クイズー。おなんと、これは前やって楽しかったですね。うん。ネットニュース、ね、はい、たくさんはびこってますけど、うん、最後の一文、はい、ちょっと、ムカつくなる、ね。うん。ちょっとね、そのニュースの、なんか出てきた人に絡めてなんか言って、気の利いたこと言ってみたり。はいはいはい。前はトム・ブラウンさんが、うん、牛丼屋で寝落ちして、うん、そんなことしちゃダメーって感じ。どうでしょう。なんかでもあるらしいですね。その編集者の人に聞いたんですけど、うん、なんか最後一言ひねるって言われますみたいな。うん、あるらしいんですけどね、テンプレでね。うん、それがちょっと、クイズにするという。そうですね、ちょっとね。あるんですか、そんなにも、そんなにクイズなんて。いや、今回もね、たくさん集めてきました。あたくさんあるんだ、やっぱ。あれがなんか結構暇が来ましたんで、毎日更新されてますね、やっぱり。そっか、ニュースはね、毎日出るけど。はい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 。まあ、スッキリとか多かったよね。スッキリが終わるみたいなのに対して、なんか、番組関係者は何ともスッキリしないようだ。うん、はめちゃめちゃあったね。ああ、一個の記事じゃなくても。うん、いや、しょうがないよっていう、そんなものは。まあ、そういった感じでこういうのを参考にして、はい。いろいろ出していきますんで。お願いします。問題。鈴木福が、福くんと呼ばれ続けるわけ。芦田愛菜とは対照的に求められる普通の高校生像。へぇー。という記事ですね、これ。はい。はははまあ本当に、ざっくり言うと、はい、まあ、鈴木福くんが、はい、まあ結構今、大学受験とか、で、まあ、普通の高校生として、うん、頑張ってらっしゃるっていうのに対して、まあ、芦田愛菜ちゃんって今、うん、博士ちゃんとかで活躍してるっていう、うん、その、まあ、対比を書いたような記事でした、ね。いやー、なんか嫌な記事だろうね。芦田愛菜ちゃんは何とか考えてるけども、仕事いっぱいして福はまあ高校生、普通の高校生でも大学受験もするみたいな、うん、そういう感じが。大学受験もして、福来たるか。みたいな。ああ、そうね。服ってやっぱいいのがあるんじゃないかっていう。やっぱりでも、福くんなんで。はい。まあ、軍備さんが言ってることは、かなりま、だいぶ的を得てはいます。うん。やっぱり。あともう、ヒントで言うと。はい。まあ、なんか他の番組で、福くんが、うん、俺もう15歳だぞ、福くんじゃなくて福さんだぞってなんか言ったみたいな。ああ、ありましたね。はいはい。うん、で、それを受けて、まあ、とはいえ、例えば、美空ひばりさんはずっとひばりちゃんって呼ばれてたし、おうおうそういう感じの流れがあっての最後のところ。はい、うーん。心くんといいしないですよね。心くん。ああ、もう一人ね、まなちゃん、福くんって心くんはいつまでも心さんと呼ばれないのに、はい、そんな心ないことを言っていい心くんに就職。これが、再ブレイクのフックになればいいが。ああ、いや、ありそう、ありそう。うん。それもあった、あった。うん。うん、正解は、はい。もっとも、それはみんなにフックンと呼ばれ続ける人生なのだけど、ファンにも本人にも、フックをもたらす気もするのだ。ああ。まあ、自分がフックさんにどんだけ呼んでほしいって言っても、うん、ファンからはフックくんと呼ばれ続ける人生だし、うん、それは、ファンにも服をもたらすんだろうっていいって。あ、そうだ。いや、ちょっと。あ、まあ、難しい。すごいね。ニュースクイズって。ドロンとするよな。あとニュースが変だしな。なんで服くんのニュース。問題。ヒロシ、BS の冠番組、迷宮グルメ、異郷の駅前食堂、交番の裏に、上層部との不安。ツイッターで告発に番組スタッフから怒りの声。これはちょっと知ってますよね。あの、ヒロシさんが長年やった番組で、うん、それが終わった時に、もうちょっともう限界でしたみたいな。うん、一緒に行ったスタッフはずっと専用ですみたいな。ああ、現地のスタッフ。って書いたことに対して、一緒に行ったスタッフは専用ってことは、そうじゃない人はそうじゃないの、うん、っていう。そうね。ちょっとね、ハモるそれのニュースですか。そうですね。もうそれに関してのゴシップ記事ですね。本当に関係者は、いや、ヒロシさん態度悪かったですよ、みたいな、よくある。ああ、上の人。ああ、なるほど。ね、ちょっとそれも本当にいるかわかんない関係者。そうですね。そういう記事ですね。ボールペンさんってこういう放送作家語るで語ったことあります？ありませんよ。ないかも。あっても言わないです。言わないか。ヒロシさんの、かけてるのかな、なんか。まあ、プラスまたこれも本当にこの記事の憶測ですけど、はい。
ああやって怒ってたけど、本当は辞めたくないんじゃない？なんか寂しそうだったように見えましたけどね、みたいな。はぁ、あ、って、まあ、番組が終わることに対してちょっと言うので、うん、そう。まあ、ヒロシさんは番組的には死んでしまいました。うん。ヒロシ、死って書いて。そうね、デスもあるし。そうそうそう。そう、ヒロシです。ヒロシですで、じゃない？まさにヒロシです。ヒロシこれから一人です一人です一人です。ああいいね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 。正解はヒロシです。激怒ツイートはしたけれど本当はやめたくないとです。勝手に、それヒロシさんが言ったみたいになるじゃん。勝手に書いてます。すごいね。なんでよ。だって、ヒロシですって言って語り出したい。本人が言ってないこと。勝手に。なりすましじゃん。その、嘘ついじゃん。信じらんない。ね、もう勝手にネタ引用して。これすごいね。問題。食べログで。水800円投稿されて大炎上した川越達也シェフ、うんうん、再婚して長野県移住とメディア復帰は考えていない裏方家業の現在、アクアっつってね、水800円だった、ね、まあそれで有名な川越シェフ、懐かしいですね、川越シェフに、はい、まあ突撃して、うん、今何してんですかと、今何してるんですかと話を聞いていいよ、わざわざね、そうで本当にもう今は自分の、うん、仕事を、まあ、細々とやってて、うん、まあ、純粋して生活もされてて、うん、もう、あんまり、やめてください、書かないでください、的、はい、な内容の記事ではある。ああ、下世話のニュースですね。はい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 。アクア800円だが、うん、どうやら今の時給も800円だし。経営してんじゃないの自分でさ。急速やってんだ。そういうことを自分で知ったみたいなことじゃないかな。ああ。もともとちょっと自信過剰ってことではないですけど、まあちょっと。まあそれを受けてる人ですね。うん、ちょっとね、ドヤ顔したりとかの。ただ、そうね、ほんとじゃあ当時、その、テレビいっぱい出てる時に、うん、ネットでよく流行ってたノリで、川越シェフが、キャプテンアメリカだった時の画像をください。ほらね。あの、照英のやつね。そう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 。正解は、はい、はい。辛口ではない日々を送っているようだ。ああ、じゃあ辛口コメントする人だった、ね。そっか、人のもん食べて、なんか言ってたっけ。辛口ではない日々を。ひどくない？これ、やっぱそのまんまネットに出るのやばいよね。ネットの闇ですよ、これね。うん。誠に遺憾です。問題。少女、ココミと NHK 紅白、親子共演へ。おぉ。工藤静香、52歳のプロデュース力がすごい。はぁ、あ、はぁはぁ。ココミさんってあの、はい、ね、木村拓哉さん。うん、木村ファミリー。はい。で、ココミさんが、まあ、フルートとかですごい演奏会大会とかしてて、紅白に、なんならもう、工藤静香さんと、うん。親子で出るんじゃない、うん、あぁ出る確定じゃなくて、出るんじゃないっていう。そうか、工藤静香が出るから、考察ニュース。何そう勝手に。うん、後ろで、サポートで出るんじゃないかとか、うん。そう。で、何それすごい、そのニュース。そっから工藤静香さんって、はい、実はすごいプロデュース力あるんですよ、みたいな。このプロデュース力を活かして、木村ファミリーで、うん。ご報告する、みたいなことを、もう、はるかもう3ヶ月以上前に。はい。まあ、でも、キムタクファミリーで押していきたいだろうから、うん、その、紅白に、うん、私だけ出すって、ちょっと待てよ。ちょ待てよ。そうね。あら、うん、もうね。ちょ待てよ。うん。紅白のオファーに無言。そうね。ああ、じゃあ、木村ファミリーを押すのもいいけど、今、活動休んでる嵐を起こして。ジャニーズ用の。起こして。キムタク感はありますか？いや、キムタク感はないですね。あ、じゃあ完全にもう。ああ、もう、娘さんと工藤静香さんの。というよりも、工藤静香さんですね。ああ。色っぽいしか知らない。無言色っぽいしか知らない。お二人は、この、その内容、言ってくれた答えだったら、はい。凄すぎますか、はい。今、ね、それ歌とかけたけど、はい、そんなレベルじゃない。そんなレベルじゃない。あ、じゃあ、そんな、ね、一出演者が勝手に動かず、静かにした方がいいんでは？
俺も、そんなこと、娘を出すなんて言ったら、くどいんじゃない？そうね。はい、せやかてくど、それはやめときよ。あ、ハットリ言ったら面白いですね。ハットリさんからのコメントで、そしたら。でも、惜しい回答ありました。えっ、娘のことには、静かじゃいられない。信じられないマジで。そう。そんな無言とか歌詞かけてるやつはもう、はい、それこれで食えるぐらいです。そうなの、天才なんだ、俺たち。ネットニュースが入ったら、ね。そうね。しかも別に工藤静香さんは何も別に言ってるかどうか分かんないですもんね。そうひどいね。僕らがさ、はい、なんだっけ、スポニチに、された時のオチは、覚えてます、はい、オチあったけど、なんだっけ、うん。調べたら、はい。芸人としての思春期をバキバキに駆け抜けるコンビ、日の当たる場所でのブレイクが今から誠に楽しみです。誠に楽しみです。そうね。これは、謝られたもんね。編集者の人に。すまんでした。そんな、なんだろ、その上の圧力で書かなきゃいけない。このジェニー、ハルト飛行機のスポニチのニュースに関して、まあ、はい、取材する人が、うん、まず、ね、スポニチってどんな人なんだろうって、うん、かなり精悍な若者が来て、そうですね。で、あ、どうも、ハルト飛行機と申します。あ、はい、止めてます。二人の極み、あ、大好きですって言って、よくわかんないですよ、精神性ね。そうそう。なんとか二人の極み、あって新聞に書きたいんですよ。そう。こっち言ってないからね。記者が勝手に言って、そう。なんとか入れたいんですけど。いや、もし入れてくださいよ、絶対いいですよ。結局、上層部に全滑されました。僕の実力不足です。二人の極み、あを入れなくて。ね、新聞社向いてないよな。これはもう本当に無限にありますから、このニュース。ね、人気か不人気か関わらずやっていきましょう。この方も、ありました。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時回答インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。